そう、見つからなかったのね。うん、どこにもないって。かわいい子だね。それでいいのよ、きっと。二度と見つからなければいいのにね。そうだね。それを聞けてよかった。安心していけるわ。なんだ、成仏か。どうしても行っちゃうの？どうしてもですね。どういうアングルだよ、これ。うん。ん？ごめんね。少しだけ時間が欲しいの。わがままだって分かってるんだけど。そんなことないよ。だって、今日までずっと私のために残ってくれてたじゃない。上手くなったよね、歌。練習したもん。一生懸命教えてくれたから。うん。きっともう大丈夫ね。うん。どういう話なんだろうな、今回は。いつか私のところまで聞こえてくるくらい歌ってね。耳を澄ませてずっと待ってるから。何？幽霊？どういうシルエットなんだろうな、これは。うん。めちゃくちゃ恰幅のいい人にしか見えないけど。でも女性って言ってるから女性なんだろうな。約束よ。きっと歌うよ。世界中のどこにいたって聞こえるくらい。約束する。ありがとう。あ、成仏か？それじゃあ。もう行くの？うん、元気でね。かわいい子だな。カラーリングのセンスはともかく。それから、もう一つだけ約束して。はい、行け。え、何？もしどっかであれを見つけても、絶対に触れないでね。あれってなんだろうな。あれって、赤いカメオ。赤いカメオ。はい、ということで、ご無沙汰しております。おめでございます。ミッシングパーツ第2話ですね。今回は、ミッシングパーツの第2話、赤いカメオというお話をやっていきたいと思います。いやー、久しぶりだね。このオープニングも。一応見とく？見なくていいか。真上京介くん。ご無沙汰しますね。相変わらず、自称を人よしだからね。またろくでもないことに巻き込まれるんでしょう。ミッシングパーツ。もういいや。カメオっていうのは、これのことなのかな？ブローチみたいなもんってこと？赤いカメオ。あんまり聞きなじみのない名前ではあるよね。クソうるせえ目覚まし時計だな。ごそっと手を伸ばして目覚まし時計を探り当てる。いや、久しぶりだな、この部屋も。はいはい、起きるよ。つぶやきながら時計を止めた。起き上がるとちょっと頭痛がする。ゆうべそんなに飲んだっけな。いきなり携帯で呼び出されて、七子と鉄平と3人でカラオケボックスで明け方近くまで騒いでいたのだ。酒はそれほど飲んでいないはずだと思っていたが、覚えていないだけかもしれない。財布を見るとちょっと涼しくなるほど札が減っていた。何時間騒いだんだ俺たちは。カラオケってマジで遊び方によってはとんでもない金額いくからね。風穴開くぞ財布に。ま、いいか。平和で結構なことだ。ほんの少し前までそんな普通の日常はどこか遠くへ姿を消していた。あの木原家の事件からもう一月近くが経っていた。とんでもない事件だったからな、あれは。あんなとこに招いてくれやがってな。本当に。まあ、巻き込まれ体質、名探偵体質ってやつだな。しばらくはマスコミも賑やかに報道していたが、それもだんだん落ち着いて、最近ではもう世間の人々の記憶からも薄れようとしている。俺自身もこれといった変わりもなく、日々を平穏に過ごしていた。相変わらず鳴海探偵事務所には依頼が少なく、時々鳴海さんに呼び出されては雑用を命じられる。その割には例のペナント探しの件で背負ってしまった借金が減っている気配は一向にないのだけど、そんなことあったな。それ以外は何事もなく暮らしている。こんなことを言うと罰が当たりそうだけど、穏やかすぎて退屈なほどだ。まあ、いいことだからね、退屈なのは。あれ、食パンもうなかった。今朝食べる分の食料が見つからないことで頭を悩ませるくらいに。毎朝食パン食ってんの？仕方がないので残っていたオレンジジュースだけを飲み干して早々に部屋を出ることにした。何人だよお前。
食パンにオレンジジュースって、おー、いきなりやな。めちゃくちゃ放り出すやん。じゃあどこ行こうかな。なるみ探偵、まあなるみ探偵事務所からだよね、まずは。事務所の前まで来たが、窓にはまだブラインドが降りていた。京香さん、あ、京香さんだ、京香さん、京香さんはまだ来ていないらしい。まあ、年ぶりだからね、やっぱ。じゃあどこ行こう。サイバリアって確かあれだよね、満喫みたいなとこだよね。クソガキがいるとこだよな。行ってみるか、サイバリア。サイバリアの前まで来る。開店したばかりのようだ。え、中入る？いるんか、やつが。二日酔いのせいか食欲はないんだが、コーヒーくらい飲んで目を覚まそうかな。まだ空いている店内に顔を出す。もうコーヒーをさ、目を覚ますための儀式っていう風にやっちゃうと本当にしんどい思いするよ。あー、いた。一番大事な一瞬を君にあげるよ。なんちゅう曲歌いようや。一番大事な瞬間を君にあげるってもう一つしかないでしょ。いきなりとんでもない出迎えを受ける。純白金やぞ。店の真ん中で丸めたおしぼりをマイクにして振り付きって、熱唱しているやつがいる。大勢7個だった。7個だ、7個。このゲーム上今のところ一番嫌いなキャラクターですね。そういえば今日が休日だからって言うんで、昨夜思い切り騒いだんだっけ。7個、一応客の入ってる店でだな。可愛くないんだこれがまた。あ、見習いだ。昨夜楽しかったね。元気だなお前。昨夜楽しかったねとか大きな声で言うな。未成年だから酒は飲んでいないとはいえ、なんでこんな朝から騒げるんだろう。いや、酒飲んでる飲んでないの変わってかいよ。だって歌い足りないんだもん。あれだけ騒いだのにか。一番好きな曲がまだ入ってなかったの、そういう話じゃないんだわ。体力の話してんだよこっちは。そういえば今歌っていた曲は夕日のカラオケでは聞いた覚えがなかった。それがさっきの曲か。まあ新曲の配信は時期があるから。っていうか、まだデビューしてないグループの曲だし。入ってるわけあらず。入ってるわけないだろ、それは。なんで知ってんだ、これまで。え、見習い知らないの？すっごい流行ってんのに。デビューしないのに？あんまりテレビ見ないからな、家で。いや、デビューしないんだったらテレビ見てても知らないでしょ、その情報。どっから得てんだよ。それで、てっぺいちゃんと肩組んで歌ってるとき、七子の知らない歌ばっかだったんだ。そう、七子の。てっぺーと、なんだっけ？てっぺーを会いたいな、久しぶりに。熱唱してたじゃん、なんとか。盗んだマイクで端に回るとか、なんとかって。まるっきり記憶いなかった。何の曲だか見当はつくが、自分が歌った覚えは全然ない。前から時々気にはなっていたが、どうやら俺は自分の限度を超えて飲むと記憶がなくなる体質らしい。大体の人はそうだよ。得意体質みたいに言うな。やっぱり酔い覚ましていこう。アイスコーヒー、ブラックで。じゃあモーニングでいいよね、店長。どうしてじゃあなんだよ。食欲ないのに、結局いつものように勝手にオーダーされた朝食を食べる羽目になった。お前ド M やな。毎度毎度ここに来るのは病気ですよ。なんか何かしらのフェチズムがないと毎回こんな目に遭いにここに来ないからね。ああ、東通り行ってみるか。ああ、さっきのカラーリングの少女。東和東通りを通りかかる。覚えているうちに食パンを買っておこうとパン屋に寄り道した。今から仕事なのに食パン買うの。帰り道とかにしなよ。これで当分大丈夫だな。どんだけ買ったんだろう。一斤買ったんだ。食パンぶら下げて出勤ってのもやけに所帯じみた話だが、いや、一斤買ったんだったら所帯じみてないよ。一人暮らしなんだから仕方がない。ブラブラと東和通り、東和東通りを抜けて事務所の方へと向かった。あらららららら、ら、キャッ。これ×ボタンだっけ、何ボタンで、四角か、四角で見れるんだね。前から歩いてきた女の子が盛大な悲鳴を上げる。わけはすぐに分かった。抱えていた大きな紙袋の底が抜けて中身を道にぶちまけてしまったのだ。キャッキャッ、踏んじゃった。慌ててしまったのか、滑り落ちていくものを受け止めようとしたはずみに、踏み出した足がすでに落ちていたものを踏んでしまう。それを避けようと後ろに下がると、残っていたものもドサドサと滑り落ちていく。なんだかとんでもなく容量の悪い子だ。え、でも見かねて手伝うでしょ、こんなの。ダメだ、見てられない。いわゆるドジっ子ってやつかな。
俺はあたふたしている少女に近づいた。少女はばらまいてしまったものを通行人に頭を下げながら拾い集めていた。いわゆるドチッコだな。すいませんすいません、今拾いますから、ごめんなさい。あ、はい、手伝うよ。え、折れんなよ。ひょとんと俺の顔を見上げる。初めて会う人を見上げている子犬みたいな目だ。可愛いなこの子。はい、これ落ちていたものを拾って少女に渡す。ほとんどが事務用品のようだが、中にはお菓子だの化粧品らしきものだのも混じっていた。自分用にしてはあまりに脈絡がない内容なので、多分お使いにでも来ていたんだろう。ああすいません、全然知らない人にそんな。ありがとうございます。えんやで、折れんなよ。やたら恐縮しながら品物を受け取る。そしてなぜかまた同じ袋に入れ直そうとしていた。あの、それに入れちゃまずいんじゃ。正気かこいつ。ドジっ子もドジが過ぎると見放されるぞ。はい、キョイッと袋を持ち上げると、当たり前だが入れ直した品はまだそこからなだれ出てくる。どうしよう。どうも一度に二つ以上のことを考えられないタイプの人らしい。いるけどね、そういう人。俺の仕事場がすぐ近くにあるから、新しい袋もらいに行こうか。もしかしてこうやって女ってナンパされるの？え、いいんですか？いいよ、こんなに、素手で抱えて帰るの大変だろ。つってマンションの一室に連れて行くんでしょ？大変というか無理っぽいです。じゃあとりあえずこうやって。俺は自分の上着を脱いで袋の代わりに品物を包む。事務所はすぐそこだから持つだろう。ああ、ありがとうございます。じゃ、行こうか。はい。俺が歩き出すと少女はちょこちょこと後ろをついてくる。少女、事務所に来て見上げてみると、バナのブラインドは開いていた。よかった、京香さんはもう来ている。さっきは来てなかったのにね。ここだよ、なるみ探偵事務所。うん、そう。また探偵なんて珍しいとかと思われてるのかと思ったが。なるみさんって言うんですか。可愛いな、眩しいな。おじさんにはちょっと眩しすぎるな。私ゆいです。あ、なるみってのは所長の名前。俺は真上京介って言うんだ。本当になんか格ゲーに出てきそうな名前してるよな。え、すみません、私あのそそっかしくて。そう言ってゆいちゃんと名乗った少女はまた赤くなる。そそっかしいのは初対面の瞬間に分かってたけどね。いくら一言多い性格とはいえ、さすがの俺もそれは口には出さなかった。自称が多いんだよなこいつ。一言多いとかおせっかいとか。おー、なんだ。おはようございます。誰だ。ゆいちゃんを連れて事務所に入る。すると珍しいことに来客中だった。おはよう真上くん。いや、あー、バーのマスターが。振り向いた客は顔見知りだった。なんだ、依頼人かと思ったらマスターじゃないですか。それはそれで失礼な反応だろ。依頼人かもしれんやろ。ほら、依頼人じゃねえか。それが依頼人なのよ。あら、真上くんこそ。お客様？ JK 連れてきました。 JK かどうか知らないけど。いえ、あの、違うんです。紙袋が落ちて、じゃなくて、はい。俺の後ろにいたゆいちゃんが急に話しかけられてオロオロする。話しかけられてないだろう、ゆいちゃんに。真上に聞いただろう。紙袋の底が抜けちゃって困ってるんです。何か代わりの袋ありますか？ああ、そういうこと？そっちのキャビネットの中にあったはずだけど。ここですか？京香さんに言われた場所から代わりの紙袋を引っ張り出す。そこに上着に包んでいた品物を入れ直した。はい、どうぞ。ありがとうございます、本当に助かりました。ゆいちゃんはぴょこんと頭を下げて心底ほっとしたように笑った。あれ、この子前にどこかで見たよな。気のせいだろうか。今の笑顔に見覚えがあったような気がしたんだけど。ほう、まだ。でも今日初めて会ったはずだしな。それじゃあ私はこれで。うん、気をつけてね。はい、お邪魔しました。お家帰れる？ちゃんとお家の場所忘れたとかない？元気よくお辞儀してゆいちゃんは事務所を出て行った。転んだりしなきゃいいけど、知らないとこ連れてこられていきなり放り出されたら土地勘わかんなくならない？相変わらず人がいいんですね、真上くんは。そうなんです、犬とか猫だけは拾ってこないでねって言ってあるんですけど。
俺は小学生ですか。いや小学生みたいなもんでしょう。実質苦笑しながら上着を着直して氷花さんの隣に腰を下ろす。マスターどうしたの。なんか冴えない顔してるけど。それでどうしたんです。さっきマスターが依頼人だとか言ってましたけど。それがね。なぜか京香さんは妙に困ったような顔をする。それを見たマスターは輪をかけて目困惑した顔つきで肩を落とす。本当なんですよ。信じられないでしょうけど。なんだなんだ。八重島さんが嘘をつくような人じゃないことは知ってますけど。マスター、八重島さんって名前だったのか。いつもマスターとしか呼ばないから今まで知らなかった。あだ名しか知らない人とかいるもんね。一体何があったんです。お化けが出るんだって。帰ってもろて。お出口あちらです。はあ、探偵事務所に持ってくるもんじゃないでしょう。ゴーストスイーパーじゃないんだから。俺がすっとんきょうな声を出したせいでマスターはますます身を縮める。あーすいません、驚いたもんですから。いやー、やっぱり信じられませんよね。私だって最初は気のせいだと。それって店に出るんですか。そうなんですよ。それも決まって閉店した後、私一人になってから。はあ。ちらっと京香さんの方を見ると困ったような顔のままこっちを見ていた。どうしようという雰囲気だ。まさかとは思うがマスターはかなり真剣だ。気のせいだの一言で追い返すのは気の毒すぎる。それにマスターにはいつも散々迷惑かけてるしな。お前がじゃないだろ、あの姉ちゃんの方だろ。正確には散々迷惑をかけているのは主に俺ではなく成美さんなのだが。そうだそうだ、成美さんね。とりあえず詳しく話してください。あ、ええ、店を閉めてからですね。話してくれと言われて少し安心したのか、マスターはさっきより落ち着いた口調になった。洗っておいておいたカウンターの上のグラスが一人でに揺れ出したんですよ。最初は地震かと思ったとマスターは言う。だが揺れているのはそのグラスだけだったのだ。驚いて見ているとそのうち振動で滑って動き出してだんだん激しくなるんです。それで最後にはグラスは落ちて割れました。そしたら揺れは収まってしまったんです。気味が悪くてその日は片付けも早々に店を引き上げたのだそうだ。そして翌日にはすっかり忘れていた。それを幽霊のせいにしてしまうの。なのに昨夜また全く同じことが起こったんです。全く同じことが起こるならなおさら幽霊じゃないんじゃない。全く同じ、同じようにグラスが揺れて落ちて割れたんですか。そうなんです。これはもう偶然じゃないと思って。確かに二晩も続けて同じ、全く同じ現象が起きるというのは偶然とは思えない。心霊現象かどうかはともかく、幽霊って割とあらぬ被害も被ってそうだよね。私そんなことやってないって思ってる幽霊もたくさんいるだろうな。でも八重島さん、うちは探偵事務所でお払いはやってないんですけど。ああ、しかし他にどこに相談していいのか。まさか警察はまずいでしょうし、切れるだろうね。ぜひやめた方がいいです。それは鼻で笑うか、騒乱罪で逮捕しかねないやつが一人いるだけに。そこまで終わってないだろあいつ。閉店後なんでお客さんには迷惑かかってないんですけどね。放っておくのも問題ですし。そうですよね。でもお化け退治なんてやったことないんです。あの京香さん、そういう問題ではなんとかなりませんか。なんでうちに出てくるのかが分かれば供養は自分でやりますから。もうそういう問題でもないんだけどな。そこまでやるなら供養も手伝うよ。じゃあ土地の由来とか昔何が建ってたとか調べればいいのかしら。そうじゃなくて。違うの。でも土地だったら八重島さんについてるってこと。あ、土地じゃなかったらね。え、あの一応探偵なんですから本当に心霊現象かどうかから疑ってかかりましょうよ。なんか探偵知識が皆無だとかいう以前に別の問題がある気がしてきた。うちの所長、真上くんはお化けじゃないと思ってるんだ。何か物理的な原因がないかどうか調べてみないと幽霊かどうかわからないじゃないですか。てかまず物理的な原因があるかどうかから探るのが探偵でしょ。なんで怒ってんのちょっとこの人。調べてもらえるんですか。いや、ありがとうございます。あ、いや、あのうっかり引き受けるとしか思えないことを口走っていたことにやっと気づく。マスターやり手やな。誘導尋問ってやつですか。そうね、真上くんがそう言うならお化けじゃないかもしれないし。それならその方がありがたいんですけど。
大丈夫ですよ。きっと原因を突き止めてくれます。ね、真神くん。はい。結局こうなるのか。まあいいけど。お化けじゃないかもしれないけど、出るのは閉店後なんですね。ええ、そうです。じゃあ今晩、その頃に伺いますから。よろしくお願いします。しゃあなしやでマスター、タコつくでこれは。丁寧に何度も礼を言って、マスターは帰っていった。夜中に仕事なら昼間休んでいた方がいいわね。まあそうですね。調べるのにどれくらいかかるか分かりませんし。しかも俺は昨夜ろくに寝ていない。いや、それは自業自得なんだが、それは自業自得だよ。だったら夜まで休んでていいわよ。どんだけ仕事ないんだこの探偵事務所。そうですか。うん、他に依頼ないし。それはそれで寂しい話だ。しかも久々に来た依頼がお化け退治って。掃除機持ってこよう。だんだん探偵じゃないものになっていないかこの事務所。それじゃ夜中に迎えに来ますよ。お店で待ち合わせればいいじゃない。そんな夜中に一人で歩かないでください。物騒だから。そんな物騒な街なのここ。長見くんってば心配しようね。わかったわ、事務所で待ってる。そうしてください。京香さんに言ったことは嘘ではない。実際心配だからというのもあるのだ。だがそれ以上に怖いのは、なるみさんと鉢合わせなきゃいいんだけど。そういうことね。仲悪いもんね。そういえば俺のいないところで大喧嘩にでもなったら誰が止めるんだ。少なくともマスターには無理だろう。てっぺい呼んじゃダメかな。それじゃまた夜中にね。はい。一抹の不安を抱えたまま事務所を出る。あれ、向こうから歩いてくるのは誰だ。てっぺいか。あら、え、なんで。あれ、真神さん、何してるんですか。その言い方は、貴様、迷子だな。何って、今まで事務所にいただけだよ。君こそ、事務所？ゆいちゃんは俺の背後にある探偵事務所を見上げる。顔が。どうしてまたここに出るの？なるほどね。予想するべきだった。あれだけたどたどしい子なんだから。ゆいちゃん、もしかして迷子？, 笑ってごまかそうとしているが、誰がどう見ても迷子以外の何者でもなかった。東場東通りから5分と離れていないんだが。東場東通りはあっちなんだけど。あ、そうなんですか。でもまた迷いそうな気がするんで電車で帰ることにします。ああ、その方がいいね。あ、可愛いこの表情。はい、駅ってあっちですよね。元気よく東公園の方を指さす。いや、まるっきり反対なんだけど。え、ゆいちゃんはこの世の終わりを見たような顔をする。この世の終わりの顔可愛いな。こんな可愛いこの世の終わりあってたまるかよ。心底本気であっちが駅だと確信していたらしい。あれどうして。だって八つ手川があっちのはずだから。いや、だから逆、川はこっち。ダメだ、放っておいたら明日になってもこの辺をさまよっていそうだ。しかも東場東通りの方へ行ったつもりで、またここへ戻ってきたということは方向だけ教えても無駄なんだろう。分かるところまで送っていこうかよ。事情を人よし。でも真神さん、お仕事は。実質ニートみたいなもんだから大丈夫だよ。今は休憩中だからいいよ。ちょっといいように言ったな。正確には夜まで暇である。最初は徒歩で帰るつもりだったな。そんなに遠くはないだろうから大丈夫だろう。どこならわかる。すいません、ごめんなさい。じゃあ東場ビジネスパークまで。ビジネスパークね。ビジネスパークは、東場東通りを抜けて天狗橋を渡った先にある。迷いようがないはずなんだが。言ってやるな。貸して、荷物持つよ。重いだろ。ああ、ごめんなさい。何から何までありがとうございます。相当歩き回ったらしく、ゆいちゃんの手は荷物の重みで真っ赤になっていたのだ。そんな状態の女の子に持たせっぱなしなんてできない。お、いいね。自称一人し。じゃあ行こう。はい、よろしくお願いします。ゆいちゃんを連れて歩き出す。よし、家に連れて帰ろう。
ああ、ここで、あれか。よし、じゃあ今回はここまでで終わろうかな。また次回、この続きからやっていきますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。